マイク・ハウレットは、イギリスとオーストラリアを拠点に活動する、フィジー出身のミュージシャン、グラミー賞受賞、音楽プロデューサー、教師である。1960年代後半、ハウレットは、シドニーのポップバンド、ジアフェアのベーシストとなった。バンドには、ボーカリストのケディ・ビデルもいた。グループは、ホードリー、S バトル・オブ・ザ・サウンズバンドコンペティションにて賞を獲得した後、 イングランドをツアーした。ハウレットはロンドンに定住し、1973年にオーストラリアの国外移住者、デビッド・アレンによって結成された著名な英国のプログレッシブロックグループのゴングに加入した。1977年までゴングと一緒に活動し、彼らと何枚ものアルバムを録音し、この期間の後期にはドラマーのピエール・ムーランと彼らの楽曲の多くを、 共同で作曲した。ゴングを脱退した後、ハウレットは短命であったスティング、スチュワート・コー・プランド、アンディ・サマーズからなるバンド、ストロンチウム90を結成した。ハウレットは、バンドのリードベーシスト、チーフソングライターであることに加え、ライブでのいくつかの曲で、リードボーカルも担当した。バンドはいくつかのデモを録音し、1977年5月に、 パリでのゴング再結成コンサートにて演奏したが、サマーズがコープランドとスティングとの新たなプロジェクト、ザ・ポリスに参加するために去った時に解散となった。ストロンチウム90によるマテリアルのアーカイブコレクションは、アルバムポリスアカデミーとして20年後の1997年に、スティングのレーベルパンジーやレコーズからリリースされた。ストロンチウム90の解散から数ヶ月後、 ハウレットは一回限りのスタジオバンドザラジオアクターズのベーシストを務めた。これにはリードギターにゴングでのバンドメイトのスティーブ・ヒレッジやリードボーカルにストロンチウム90でのバンドメイトのスティングも含まれていた。バンドのシングルニュークリア・ウェイストは1995年にライナーノーツと3曲のボーナストラック入りで CD にて再発されたが、 ボーナストラックにハウレットは含まれていない。1980年代、ハウレットは一連の著名なクレジットを持つ、需要の高い音楽プロデューサーとなった。彼は、クロック・オブ・シーガルズ、アラーム、チャイナ・クライシス、マーサー・ザ・マフィンズ、オーケストラル・マヌーバーズ・イン・ザ・ダーク、スティーブン・ナフィー、ギャング・オブ・フォー、コム・サット・エンジェルスを含むニューウェーブ、音楽界をリードする、 数々のヒットシングルとアルバムをプロデュースした。また、1985年には、ジョーン・アーマトレーディングのアルバム、シークレットシークレッツをプロデュースしている。ゴングは時として、世界各地で再結成ギグを行い、ハウレットは、よく、それらに参加している。1993年、シンガーソングライターのラファルッソ、デビーキャッスル、ジェイ・フィッシャーのアルバムをリリースした、レコードレーベル。 モーブを立ち上げた。2005年から2009年までハウレットは音楽プロデューサーズギルドの会長を務めた。ハウレットは2009年にレコードプロデュースに関する博士号を取得し、グラモーガン大学、テムズバレー大学など、いくつかの大学で音楽技術の講義を行っている。2009年、オーストラリアブリスベンにあるクイーンズランド工科大学で音楽学部長に就任。 の非常勤教授も勤めているハウレットは結婚しており、現在では3人の子供と孫がいる。西ロンドン在住。ありがとうございます。